では決勝3位ですね、777号車ディステーションバンテージ GT3 の選手のお二人にお話を伺っていきたいと思います。まずはスタート担当されました藤井選手からお話を伺っていきたいと思いますが、まあ、すごく、ね、タフなコンディションの中でといったところでしたが、まあ、3位フィニッシュということでいかがでしょう。そうですね、まあウェットですけど乾き方向だったんで、はい、まず対戦とかすごく難しくて、はいはい、でまあ、スタートでは昨日より固めのタイヤを履いて、うん、でまあ、序盤2位になったんですけど、はい、その後まあミシュラン勢がすごく速くて、うんうん、2台抜かれて、うん、で4位ですかね、うん、ずっと走ってました、うん、でまあ、雨量が安定してからは、はい、あの前の3台のペースにはならなかったですけど、うん、まあ、比較的ペースも悪くなかったんで、うん、まあ、なんとか耐え抜こうと思って、耐えてました。でその後ですね、あの、うん、セーフティーカーが出た時に、はい、あの我々こうダウンシフトアンチラグのシステムがあるんですけど、うんうん、あのそれをこう燃費セーブのためにダイヤルを変えるんですけど、はいはいはい、そしたらあのダウンシフトのエラーが出るようになっちゃって、実はセーフティーカー中に車止まっちゃって、あのもう結構走れないかなぐらいの状態だったんで、そうですか、ドキドキしたんですけど、はいはいはい、一回あのストレートでの並び替えの時に、ね、うん、はいはい、パワーサイクル一回すべて電源落として、はい、システムを全部自分で起動して、えでなんとかギアが入っていったんですけど、はい、やっぱりちょっとその兆しがあって、うんうんうん、ダウンシフトがちょっとミスしたり、はい、シフトアップでギアが抜けて一回大クラッシュしそうになって、うん、一回思いっきりコースアウトしたんですけど、あ、そうだそうだっていう怖い目にも遭いながら、はい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 、なのでチャーリーも最後まで持つかなとか、まあ、そういったことがあってまた何かあったようだなと思ってたんですけど、はいはい、なんとか持って、うん、チャーリーも、1台抜いて、3位になれたんで、うん、特に彼は初めての都合で、ね、練習ゼロで、はい、あのシミュレーターやってきただけなんですけど、うんうん、こういったいい成績出してくれたんで、はい、非常にいいレースになりました、はいはい、素晴らしいレースでした。ありがとうございます。ではそんな、ね、コメントありましたので、まあ、初めての、ね、サーキットで3位だったことについてなども伺っていきたいと思います。チャーリー選手に、ね、伺っていきたいと思います。 So Charlie, it was your first new truck、うん、and you got third place. How do you feel?I feel good. Yeah. I would have liked to have been two places higher, but we can't complain. To be honest, as Fuji-san said, we had a couple of little issues with the gears and things like that. So I'm relieved to see the checkered flag and the podium is just a bonus for us. So really happy. Big thanks to D-Station. Thanks to my teammate Fuji-san and everybody watching back at home. So ありがとうございます。ですね、まあ、藤井選手が、ね、言ってたみたいにいろいろトラブルはあったんですけれども、まあ、その中で、ね、この3位っていうのはすごく嬉しいです。やっぱ2ポジション、あ、2つ順位が、ね、上だったら嬉しいなっていうことは思いますけれども、まあ、それは、ね、贅沢というか、まずはこういったことがありながらもちゃんと3位になって、表彰台を、ね、獲得できたっていうのは素晴らしいですし、本当にチームの皆さんのおかげ、そして藤井選手にも、ね、感謝してるし、母国に、ね、ハッピーで帰りたいというふうに、ね、おっしゃってました。それでは次のレースへ向けても伺っていきたいと思います。では藤井選手、次のレースへ向けて、どんな意気込みで臨みましょうか。はい、はい、まあね、僕ら GT、うん、久々であんまり実績が去年とか、ね、ないんで、オートポリスとかタイヤの相性とかっていうのは分かんないんですけど、まあ、車のセットアップはすごくずっと決まっているし、今鈴鹿以降ですね、特にダンロップさんに用意してもらったタイヤがものすごく機能してるんで、オートポリスでも、まあ、いいレースができると思うんですけど、うん、まあ、最低限ですねポイントを確実に取って、うん、チャンピオンシップにとどまって、どっかでもう一回いいレースがしたいと思ってます、はい、はい、応援しています。ありがとうございます。ではチャーリー選手にもお話伺っていきたいと思います。 So for next race, how do you want to fight? I'd like again to try and get some more points、yeah. The Leon Mercedes has done a good job the last two rounds, so we need to make some inroads on them、again, a new track for meSo again, more sim work, again, more preparation, but learning all the time and loving my time in this championship. So hopefully another good result, but I'm loving Super GT and everyone's making me feel very welcome. So thank you for that. And yeah, just really enjoying it. So thank you. Okay.次の、ね、サーキットももちろん初めての GT r なので、まあ、初のサーキットになるわけですけれども、まあ、でもここ過去に2戦ですかね、すごくいい状態で、来ていると思いますので、まあ、それを突き進むだけというか、でまた学ぶこともたくさんありますし、たくさん準備することもありますけれども、まあ、そうやってね、こう今までやってきたことを次の次戦でもしっかり生かして、いい成績を残せたらなということと、まあ、ここまで戦ってきてスーパー GT が本当に大好きです。皆さんがこうウェルカムな、歓迎してくれてすごく楽しめてますので、この後も引き続き頑張りたいと思いますというコメントがありました。 So thank you very much. Congratulations for podium. Thank you very much. はい、ありがとうございました。以上です。
さあ、それでは、GT500 クラス3位ですね、12号車マレリーインパル、マレリーインパル Z の選手のお二人にお話を伺っていきたいと思います。まずはスタートドライバーの、ベルトラン・バケット選手からお話を伺っていきたいと思います。スティントについて振り返っていただきたいと思います。 So you were start drivers, how was your stint?It was quite challenging to be honest, but a lot of fun. We started on a damp track. Main target was to manage the tire to go to the time we could switch to slick. I took a good start, but then I started to have quite a lot of overheating of the tire, so I had to manage my tire quite a lot. But I could keep up with the guys in front, which was positive. And yeah, the team did a good strategy. We put it at the right time to put the slick tire. After that,Kazuki did a good job, like an amazing job like always, overtaking cars and really good pace on slick tires. So happy to be back on the podium. It has been a long time. We were not able to finish the top three, so happy to be back. And hopefully we can keep walking in the right direction and be even better in Autopolis. Great. 自分の、ね、スティント振り返ってくださいということで振り返っていただいたんですけれども、まあ、自分のスティントすごくタフなコンディションだったというところで、まあ、スリークタイヤに変えるまで、ね、どうやってタイヤをマネジメントするかというのがすごく鍵だったというところで、まあ、そこを頑張ったんですけども、ちょっと、ね、オーバーヒートしてきたりとか結構大変な部分もあったんですけども、まあ、その後ちゃんと、ね、しっかりとしたタイミングでピットに入ってスリークに変えて、その後平峰選手が、ね、いつも通り素晴らしい走りを見せてくれて、まあ、そういったおかげもあって、まあ、表彰台に帰ってこれましたと。久々に表彰台に戻ってくれたのがすごい嬉しいので、まあ、このまま正しい、ね、方向に向かって歩いていって、まあ、この先もいい結果を残したいというコメントがありました。 Thank you very much、はい、というコメントがありましたけれども、平峰選手、バトンを受け取ってそこからご自身のスティントを振り返っていかがでしたでしょうか。結構、まあ、ヒヤヒヤしたかなと思ってます。まあ、それでもバケツさんが、ね、路面がどんどんドライアップしていく中でタイヤマネジメントしながらなるべく引っ張ってくれたんで、それがすごい助かったし、まあ、バケツさんのスティントもスタートすごかったし、バトルしてても全然怖くないし、すごい粘り強いし、まあ、本当素晴らしい走りだったなというふうに思います。で、僕もセカンドスティント変わって、まあ、すぐFCY かな、はい、でその後 SC になって、まあ、タイヤもしっかり温めることもできて、はい、セーフティーカー明けに36かな、オーバーテイクできましたし、何台かいろいろちょっと詰まっちゃったりで、大変だったんですけど、まあ、大きなミスもなくしっかり粘り強く走って生き残って、まあ、いくつかポジションも最後上げれて、はい、まあ、表彰台に上れて、とりあえずまあ、1位取らないと全然喜ぶ気にはならないんですけど、まあ、とにかく自分たちの持っている力は全部とにかく今日は出し切ったかなと思います。はい、ありがとうございます。今回表彰台ということで次戦に向けてね、まあ、これを弾みにして、次戦向けての意気込みなどを伺っていきたいと思いますが、平峰選手、次戦はいかがでしょうか。そうですね、僕らオートポリス大好きなんで、まあ、しっかりポイントも取って、はい、で表彰台真ん中狙ってね、はい、バチバチのバトルして、思いっきり戦うのを楽しみにしてます。楽しみにしてます。ありがとうございます。では、バケット選手にもね、次戦向けて伺っていきたいと思います。 For next race, how do you want to fight? Yeah, like I said, we want to be better at Autopolis, so we will do everything we can to win that one. I think it's important if we want to stay in the championship fight. So it was a good race for us last year. I hope this year will be the same, and yeah, we are able to be back on the top step of the podium. Okay.チャンピオンシップに、ね、残るためには、こうポイントを、ね、もっと積み重ねていってっていうところが必要になってきますので、まあ、次戦も、ね、もちろん、表彰台目指して今よりも、ね、いい結果を目指して頑張っていきたいというコメントがありました。 So thank you very much. ありがとうございました。以上です。ありがとう。Merci. アレタ第6戦スゴーラウンドですね。まあ、1位にはなりませんでしたけれども、素晴らしいレースを見せてくださいました GT300 クラス45号車、選手のお二人にお話を伺っていきたいと思います。まず、K 選手からね、K コトリーナ選手からお話を伺っていきたいと思いますが、すごい追い上げと素晴らしいオーバーテイクで本当に素敵なスティントを、ね、見せていただきました。まずは本当にお疲れ様でした。ありがとうございます。はい、とにかく今年は雨が降れば絶対勝てるっていう自信があったんで、なるほど、なのでもう来たなと。ただなんか止んできたね、だから途中で、ね、ドライになっちゃったんで、まあ、厳しかったけど、ただまあ作戦はもう雨の中でとにかくぶっちぎって、はい、で、リルになるべく楽にレースさせたいなと思って、一生懸命走りました。いや本当にでも宣言通り素晴らしい走りでした、はい、ちょっとセーフティーカーが出ちゃったんで帳消しだったんですけど、まあ、ちょっとギャップは作れたかなと思います、はい、いや素晴らしかったです。はい、そしてリル・バドゥン選手にもお話を伺っていきたいと思いますが、
もうすごい攻めながら守るという素晴らしいねドライビングを見せてくださいました。 Lil, you were driving was super, like you were aggressive but you were blocking and everything, so how was the race?Yeah, it was good. First of all, thanks to Kay because he did an amazing job at the beginning of the race. Yeah. That helped me to have a gap with the others and to can fight with the other cars. So I tried to defend maximum I can, but honestly, I have not the pace of the Mercedes. So I put everything, but yeah, finished P2. It's better than nothing. But I hope next step will be the victory.本当にね、最初に K 選手にありがとうと言いたいです。素晴らしい走りでギャップを築いてくれて、まあ、そのおかげでね自分も望めたんですけれども、まあ、ただちょっと AMG をね頑張ってこう守ろうとしたんだけど そこまでのペースがやっぱり自分たちにはなかったなというところがね、まあ、でも P2 ということなので次回は1位を目指して頑張りたいというコメントがありました。そして女性ではスーパー GT で最高が2位ということなので、まあ、同一で最高記録に並んだというところも伺っていきたいと思います。 So in Super GT females, the top rank is second place. So now you got to second place, so now you're on top in Super GT for female drivers. How do you feel about it?Yeah, I am happy, but like I said before, thanks to all Ponos and my teammates, because without us it was not possible. And yeah, I hope the next step will be the victory, but it's super for everyone to finish second today and have a good point for the championship and to give more motivation for the next race. Great.まあ、もちろんそれは嬉しいんですけれども、それはやはりチームとね、あとチームメイトとね、こう皆さんのおかげで、気づけたものなので、まあ、今回ね、P2 というところですけれども、まあ、すごくそれは素晴らしい記録ですし、次はもっと頑張ってね P1 目指していきたいというコメントがありました。 So thank you very much. では次のレースへ向けて意気込みを伺っていきたいと思います。では K 選手、このレースを弾みに次も雨降ってほしいな雨は願っておいてください僕ら雨なら食ってるんでだけど、うん、まあ、新規チームとして、はい、こうやって優勝争いできたのは、うん、正直今年できたのは本当嬉しいし、うん、どちらかというと僕らのタイヤってちょっと涼しいコンディションがちょっと得意な感じがするんで、うんうん、ここから先ね、秋冬、はい、最終戦も12月にずれてくれたし、はい、結構またOne more chance あるかもしれないです。楽しみ。はい、見といてください。素晴らしい。はい、今回、まあ、1位は取れなかったけれども、ファンが選ぶ J スポーツ賞、うん、ベストパフォーマンス賞取ったので、次はね、もう1位目指して頑張ってください。はい、楽しみにしてます。では、Lil for next race. How do you want to fight?For more, for sure, victory, but it will be not easy. No, continue like that to have the good spirit and continue to work for next year, fight for the podium.And yeah, I think it's already good this target. Okay. Thank you. 次もね、もちろんこの調子を続けていくことが大事ですし、この精神というか、まあ、メンタルでね、やっていくっていう積み上げていくっていうことが大事ですし、次も表彰台をね目指して、それがいい目標になると思うので、そちらを目指して頑張っていきたいというコメントがありました。さあ、改めて本当に素晴らしいレースでした。Thank you very much. ありがとうございました。ありがとうございました。それでは GT500 クラス2位ですね、38号車キーパーセルモチュエルスープラの選手の2人にお話を伺っていきたいと思います。まずスタート担当されました石浦選手、ファンの皆さんも後ろでね、たくさん、ね、喜んでらっしゃいますけれども、はい、2位という結果いかがでしょうか。そうですね、ただ自分のスティントはちょっと厳しい展開になってしまって、スタートダッシュは決められたんですけど、その後ちょっとタイヤが厳しくなって、ちょっと抜かれる展開になってしまったので苦しかったんですけど、はい、その後にセーフティーカーが出てくれたので、展開に恵まれ、なんとかこらえて大湯選手にバトンをつなぐことができたので、はい、まあ、その後の大活躍につながることができてよかったなと思います。ありがとうございます、はい、というコメントがありましたけれども、大湯選手、そうですね、はい、石浦さんすごい頑張ってくれたんですけど、まあ、天候にも若干悩まされつつ、想定外のことになってしまったので、本当にもうって感じです。牛のやつ出た、牛もうって感じ、もうって思いながら、で、
まあ、なんとかもう気合で2番手まで行ったんですけど、はい、まあ、そこからもやっぱりちょっとペースがあんまり、はい、ロングランのペースがあんまり良くなくて、まあ、そこからもずっともーと言いながら酔っ払ってる、はい、若干酔っ払いつつ、はい、まあ、2番手ということで、うん、まあ、せっかくのね、あのすごいポールスタートだったので、はい、まあね、もうここはもちろんポール一番有利なサーキットだから、うん、あの優勝したかったんですけど、はい、まあ、ちょっと一歩及ばずということで、うん、あの次のオポリに向けて頑張りたいなと思います、うん、はい、でも今季2度目の、ね、表彰台ということで、はい、素晴らしい結果だったかなと思います、はい、ありがとうございます。では次戦向けても伺っていきたいと思いますが、石浦選手、はい、次戦向けてはいかがでしょうか。そうですね、はい、我々は今3位2位と来てますから、お、はい、上がるだけ、これも自動的に、うん、はい、次は優勝かなと思うので、はい、うんうん、まあ、あとランキングも、ね、今4位だと思うんですけど、結構上位まで来たので、はい、今シーズン体制変わって、どん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 シーズンが進むごとに、いろいろチームとしてもいい雰囲気になってきているので、しっかりそれまた次に結果につなげたいなと思います、はい、次戦そして後半戦楽しみにしてます、はい、お湯選手も次戦向けてお願いします。やっぱり牛でこう 2だったんですかね酔っ払ってる若干酔っ払いながら、まあ、次はですね、温泉トロフィーなんで、おぽりぜひ優勝温泉トロフィー、はい、なかなか僕取れてないんで、おぽり好きなんですけど、はいはい、ちょっと結果に結びついてないレースが多いんで、優勝したいですね、はい、頑張ります。期待してます。ありがとうございました。はい、表彰台おめでとうございました。GT300 クラス見事優勝、しかも2連勝ですね。65号車レオンピラミッド MG の選手の2人にお話を伺っていきたいと思います。まずは、15番手スタートからというところで、ガモー選手最初の、ね、コンディションいろいろタフだったと思うんですが、振り返っていかがでしたでしょうか。まあ、とても難しいコンディションで、うん、はい、でなるべくそのレインタイヤをこう長く持たせて、うん、まあ、走らせなきゃいけない中で、はい、まあ、その、まあ、本当にそのタイヤのパフォーマンスがもうめちゃくちゃ良かったので、うん、はい、まあ、それで本当に一気に稼げたかなと思います。本当にそこがすごい重要なところだったと思います。素晴らしかったです。そしてバトンを受け取って篠原選手、すごいハラハラしたバトルがありましたが、改めていかがでしたでしょうか。はい、まあ、僕の時は SC のタイミングで2位に上がれて、うん、はい、でまあ、ドライアップしてましたのでドライタイヤで行ったんですけど、はい、そのレインコンディションでも調子良かったものが、うん、はい、晴れてる状況でも、うん、まあ、車もタイヤも最高な状況だったので、うん、はい、まあ、開けてすぐにペースがいいことは分かったんですけど、うん、まあ、ちょっと抜くのに時間はかかってしまいましたので、まあ、なんとか抜けてよかったです、はいはい、見てるこっちもかなりドキドキするバトルでね、結構長い間やられてたと思うんですが、はい、トップに躍り出た瞬間ね、パートナーのガモン選手がガッツポーズをしてね、やったっていう喜んだ表情が、いや、さすがに、はい、さすがに喜ばないとっていうか、ね、まあ、普通に、はい、まあ、嬉しかったです、はい、ね、嬉しいですよね、はい、かっこよかったです。うん、素晴らしかったです。では、実戦向けても、ね、伺っていきたいと思うんですが、まあ、今回、2連勝ということでランキングトップに躍り出たというところで、後半戦向けて、まあ、実戦に向けて、ね、伺っていきたいですが、ガモ選手ランキングトップで迎える実戦いかがでしょうか。まあ、本当にこんな、まあ、うまくいくレースには、まあ、ならないと思ってますので、まあ、その厳しい状況でもしっかりミスせず、本当に少しのポイントでもいいので、もう本当にポイントを取り続けるのを意識して頑張っていきたいと思います。はい、決定になっています。篠原選手もお願いします。はい、まあ、本当にこの2戦すごく運にも恵まれたレースだったと思いますので、まあ、日常生活から運を稼いで、まあ、サーキットに来たら本当にその欲を出さずに着実なレースでいい結果になったらいいなと思ってます。日頃から積み重ねていくということで、はい、頑張ります頑張ってください。改めておめでとうございました。はい、ありがとうございました。以上です。それでは GT500 クラス見事優勝されました37号車デロイトトムス GR スープラのお二人にお話を伺っていきたいと思います。まずは本当におめでとうございました。ありがとうございます。しかも今季2勝目となりましたけれども、まずはですね、笹原選手からお話を伺っていきたいと思いますが、今季2勝目どんなお気持ちですか。
いや素直に本当嬉しいですね、うんまあ、1勝目とは全然違う気持ちで、はい、1勝目はもうとにかくなんか失うものは何もないんでとにかく結果が欲しいっていうところだったんで、まあ、そこに対してやっと結びついてこう感情が、ね、高まるシーンもあったんですけど、今回はまあ14番手っていうスタート位置から、ねまあ、とにかくでもチームみんなが諦めずにどうやったらここから追い上げられるかってことをしっかり考えた結果だと思うんで、本当チームのまあ力だと思いますし、そこは運でも何でもなく自分たちで掴み取れたものだと思うんで素直に嬉しいです。ご自身のスティントはいかがでしたか？はい、とても大変なスティントで、タイヤチョイスがまずすごい悩ましい場面だったんですけど、しっかりいいタイヤは選べたと思いますし、ただ前半はものすごいペースも上がらなくて、むしろ最後尾に落ちて離される展開だったんですけど、そこからこうタイヤが発動してきてからはうまく追い上げることもできましたし、かつスティントもある程度はやっぱ伸ばさないといけないっていうところはあったんで、うまくタイヤのマネジメントをしないといけないっていうすごい難しい中で、しっかりうまくやりきれてトップまで、まあ、途中セーフティーカーもあって差が縮まったおかげで上がることもできたんで、もう本当にそこは、まあ、自分としては 100% 仕事はやりきれたかなっていうのは思いますし、まあ、あとセーフティーカーというか FCY 入るタイミングでチームが呼んでくれたタイミングも本当パーフェクトだったんで、今日のチームの仕事にはもう100点っていう感じですね、はい、改めておめでとうございます、はい、ではジュリアーノ選手にもお話を伺っていきたいと思いますが、はい、ご自身のスティント振り返っていかがでしたか？まあ、もちろん右京は素晴らしい走り方、走り出しをしたんで、14番手からもうほぼビリでからP1 まで上がって、ねはい、見るのもすごい興奮してたし、すごいかっこいいか走り方してたし、だからそれはすごかったんで、だからやっぱり僕乗った時も、うん、よし頑張ろうってな、うん、なんか泣き持ちしてたんで、うん、ともちろんチームのピッチストップピット入ったタイミングもパーフェクトだったし、選んだタイムもパーフェクトだったし、と車のセッティングもすごいいい気持ちしてたから、とってももうノーミスで巻いて、本当にこの優勝チームワークでとてもファンのためとチームもちろんみんな頑張って働いてる人にも本当にありがたいんで、いい優勝だったと思います。でもこの前ね、すごい苦労して感動的な優勝があってのすぐね、まあ、そうです2勝目となりましたけれども、そのあたりいかがですか？はい、まあ、もちろん優勝するときいつも初めて優勝、初優勝はやっぱり必ず気持ちが少し違うんですけれども、はい、まあ、この優勝ももちろん本当に気持ちももうなんか言葉で言うのは難しいけど、本当に最高美しいな気持ちなんですけれども、はい、まあ、もちろんチャンピオンシップに見るときはやっぱり考えないといけないところもあるんですけれども、まあ、特に次のレースからもうステップバイステップ取るのストラテジーやるしかないと思うんで、今週末みたいなノーミスで行くしかないと思います。はい、はい、ありがとうございます。では次戦へ向けての意気込み伺っていきたいと思います。笹原選手、次戦へ向けてお願いします。はい、前回ワンリス初めて、お二人とも初めてっていうのが、まさかのツーリス初めてっていう次のオートポリスラウンド、はい、でウェイトも、まあ、最大ウェイトのレースになるので、はい、まあ、ものすごく厳しい戦いはもちろん予想されるんですけれど、ただ去年オートポリスはすごい調子良かったコースでもありますし、まあ、本当にとにかく、まあ、もちろんね、チャンピオンは取りたいですけれど、とにかくこの残り3戦もっとやっぱ隣の36号車に追いつくべく、もっと努力しないといけないところはたくさんあると思いますし、まあ、本当とにかく、まあ、一戦一戦今日の日曜日のようにとにかくみんながベストを尽くし続けるレースをしていれば、最後、まあ、笑顔で終えられるのかなって思うんで、まあ、とにかくそこを目指しながら、残り3戦頑張っていきたいと思います。現代になっております。はい、ではジュリアーノ選手にもフォネクスレース、はい、まあ、もちろん次のレースからすごい重たくなるし、トゥーリースも入るんで、パフォーマンスもちろん下がるんですけれども、やっぱりできるだけ今週末みたいにノーミスでポイントを、まあ、優勝できたらもう最高なんですけれども、まあ、特にポイントすごい大事だと思うんで、はい、とやっぱり全部まとめるようにチームと一緒に頑張るんで、それは目標です。はい、健闘に乗っています。ありがとうございます。ありがとうございました。以上です。